チュルチュルリン、ゆずはです。はい、今日はですね、ゆずはクッキングをしていきたいと思います。イエーイ。ゆずの得意料理の一つである餃子を作っていくよー。ということで、もうこの可愛い可愛いキティちゃんのエプロンしちゃってるよ。つかー、まずはさっき洗ったキャベツと長ネギです。そしたらこのキャベツの太い芯があるんだけど、ここを切り落としていきます。いらない芯を捨てる。そしたらこの葉っぱの薄い部分があるから、薄い部分からこっちに向かって巻いていきます。巻き巻きするよー。のり巻きみたいになったら、そしたらこうやって千切りにしていきます。猫の手にするよー。そしたらこれを横側に持っていきます。こんな感じでキャベツの大移動をしていきます。わーい。はい、こんな感じで横側になりました。そしたらまたこういう風に縦に切っていきます。はい、みじん切りになりました。はい、パチパチ、おめでたいね。このみじん切りたちを保管します。こっちの方にね。そしたら長ネギを切っていきます。長ネギを切っていくんだけど、これ切り方があって、なんかこうこういう風に切って、でなんかいっぱい切り込みをこうやって入れていきます。そしたらまたこういう風にやります。まあとりあえずやっていくね。こうやって入れたら、またこうやって切っていきます。あー、よく見るネギになってきたね。これ納豆とかに入ってあるネギで見るやつだね、これ。よいしょ。そしたらもう用意してあるんですけど、ひき肉があります。ここにさっきのこの切ったやつをこの中に入れていきます。はーい、みんなで仲間になってるって言ってる野菜たちが、わーいみたいな、楽しんでるっぽい。こんな感じで入れたら、醤油をこの中に入れます。醤油を入れて、次にごま油、あ、少々、ごま油少々醤油も少々だよそしたらソースを入れます。うん、ソースもなんかこのぐらい、少々入れるよん。塩コショウと鶏ガラスープの素、そしてこれが砂糖で、これが生姜だっけなんだっけね、本出しを入れていきます。これ全部少々、これが生姜です。生姜このぐらい、 OK の半分ぐらい、このぐらい入れていくよ。よいしょ。そして手で混ぜます。この時注意点が一つと、混ぜる時にこうやって揉んじゃうとダメになっちゃうのね、あんまり。だからこれでさっくりさっくり混ぜるようにします。あ、いい匂いしてきた、もうすでに。こんな感じでざっと混ぜます。そう、混ざったら次にですね、ちょっとこれ手が汚いからあれなんだけど、これ、あ、やばい、餃子の皮5枚あります。これで包んでいきます。よいしょ。ちょっと手を拭くね。こうして、そしてちっちゃいスプーンで、量はお好みなんだけど、ちょっともりもりにして2杯ぐらい、こうやってもりもりのやつを入れていきます。はい、そして
ここに水を用意してあるんですけど、2本の指を使って水をこうやって持ったら、ここの片方の真ん中から外側に向けてピーって水で線を塗っていきます。こんな感じで、こっち側には絶対塗らない、ビタビタになっちゃうから。これがね、なんか餃子の皮の海苔みたいな役割になるので。そしてこれをこういう風に、あ、ちょっと量が多かったかもしれないな、まあいいや、こんな感じでピタってくっつけて、はい、こうやってピタってくっつけたら、人差し指と親指でこうやって挟みます。そしてこっちも普通に挟んだら、ちょっと難易度高いポイント、こういう風に折るの、こうやってわかる、こんな感じで折ります。はい、できました、餃子。そしたらもう敷いてあるんだけど、皿と餃子がくっつかないために片栗粉が敷いてあります。ポンって置きます。よいしょ、それをね5枚作っていくよ。はい、また同じようにします。はい、2個目。はい、3個目。はい、そして最後の1枚、あ、ちょっと多かったかもしれない、まあいっか、余った部分は肉団子とかにも使えるからおすすめです。よし、はい、ちょっと汚いけど5枚目最後いきました。5枚餃子が完成したので、次はこれを焼いていきたいと思います。じゃあレッツゴー。もうホットプレートに油がもう敷いてあるよ。これはね200度に設定してあります。そしてポイントです。これ、この小麦粉水をこの中に入れていきます。あ、これの作り、ちょっとはい、そしたらもう蓋を閉めちゃいます。なんで餃子を入れる前に小麦粉水を入れるかっていうと、そうすることで餃子にみんな大好きな餃子の羽がいっぱいつくからです。少々待ちます。もうね、小麦粉水が結構少なくなってきたので、カレーも開けたいと思います。はい、できました。もうこれ熱いのでちょっと待ってます。はい、こんな感じでね、全然水がなくなってきたら、ごま油を使って、これはもう技です。シャッシャッってやります。今の見てた、シャッみたいな感じで餃子にかけます。そして焼き色を見ていくんですけど、もういいかな。でも用意してある皿に移しちゃうね。こんな感じ。ちょっとちょっとあまり焼き目がついてない気がするけど、まあいっか。ということで出来上がりました。はーい、じゃーん、これです。餃子です。知ってるか、餃子です。ちょっと焼き目があんまりって感じだけど、そう、本当はもうちょっと羽がつく予定だった。じゃあこれ食べていきたいと思います。今日はポン酢とラー油が入ってるやつね。いただきます。美味しそう。あっくっ、うんふん、うんうんふん、
なんかね、お肉とレタスだっけ。まずはさっき洗ったキャベツ、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 レタスだっけ。なんかあれがね、シャキシャキしててね、なんか美味しい。何個でもいけそう。食感がたまんない、マジで美味しい。うん、ごちそうさまでした。今日の餃子はレシピを間違えないで作ればもう絶対に美味しくなると思います。彼氏になんか料理作ってあげる人とか、お母さんとかお父さんになんかこう作ってあげたいなって思ってる人とか、これ絶対作ってみたら喜ぶと思います。ということで今日も動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ、ゆずでした。